こんにちは、劇花のフリアです。リアルタイムで見ている方はこんばんは、フリアです。皆さんですね、ベランピングって聞いたことありますか？ベランピングです。これ造語なんですけど、ベランダで、グランピングっていうね意味だそうです。じゃあグランピングって何っていうと、グラマラスなキャンプ、キャンピング、それを、使った造語だそうで、まあ、グランピングってね、まあ、ちょっと贅沢なキャンプっていう、ちょっとエレガントなキャンプっていう意味なんですけども、ベランピングってのはちょっと最近ですね流行り始めているんですけども、ベランダでいろいろと植物を置いて優雅に過ごす場所を作ることだそうです。今日はですね、そのベランピングで、使える植物のおすすめ8選ということでお話をしていきたいと思います。まあ、この時期になるとね、ちょっと寒くてガーデニングするっていう感じじゃないんで、部屋でですねいろいろと楽しめるもの、そんなものをちょっとお話ししたいなっていうふうに思って、検索かけてみたらこんなのが出てきたんで、面白いなと思って今日動画を撮ってるんですね。で、部屋にね観葉植物ジャングルみたいに置いて、椅子置いて、テーブル置いて、コーヒー飲んだりビール飲んだり読書をしたり音楽聴いたりっていうのってなかなかいいじゃないですか。で、まあ、今ねベランダでそれやりましょうっていうのが意外と流行ってて、芸能人の方も結構ハマってる方っていらっしゃるんですよ。で、まあ、今はねちょっと寒いんで、部屋の中で植物ね、置いていただいて、そんな風に優雅に過ごすのもいいんじゃないかなっていう風に思います。で、実はですねここ、まあ、撮影している事務所なんですが、ベランダではないんですけども、いわゆるベランピングみたいな状態にしていたりするわけです。カメラではちょっとね映さないですけども、観葉植物がバンバンと置いてあったりとか、そこかしこにですね植物が置いてあります。この後ろに関しては、まあ、うちのね機肥材とか肥料とか置いてあるんですけど、僕のこの後ろ、ほら、ポトスがあるでしょ、その上にもあるでしょ。で、こっちにね、エアプランツとかも飾ってあるんですけど、植物を育てながら一体となって楽しんでいる事務所になっています。で、このね、ベランピングなんですけども、いわゆるね、バルコニーとかベランダとか、そこにね、植物をいっぱい置いて、いい空間作りましょうっていう感じなんですが、風水的にもね、これね、非常にいいとされていて、ベランダって玄関の次にいい気が入ってくる場所っていう風に言われているんですよ。なので、ベランダをですね、綺麗に保ちながら植物がすくすく育つ環境を作ってあげるといいんじゃないかなっていうふうに思います。特にマンションの方はね、部屋に置ける量とか、あとはまあお庭作りっていうことってあんまできないじゃないですか。っていうか、まああんまっていうよりもまずできないですよね。なので、ベランダガーデニングから派生して、すごく、なんだろうな、心地のいいベランダを作っていただければ楽しいんじゃないかなっていうふうに思います。ではこのベランピングに向いている人、どんな人かっていうと、まあね、手軽にアウトドア気分を楽しみたい人、あとは、マンションのバルコニーでグリーンライフを楽しみたい方、そして小さなお子さんがいても自然をね愛してやまない方っていらっしゃると思うんですけども、気ぜわしいね、時間から逃れられたい人とか、ふとした瞬間に緑に癒されたいとか思っている人、そして、日当たりの良いベランダでも日光を遮るんで、夏の、ね、冷房の温度とかが下げれる、冷房のその電気代とかも節約になるんですね。なので電気代を節約したい方、そして、さっきも言いましたけども、風水的に言うと玄関の次にね、すごくいい場所なんで、そのねベランダを、いい形に保ちたい方、まあね、運気を上げたい方みたいな方に向いています。で、このベランピングに向いている植物なんですけども、後でザって言いますけどね、そもそもですね水やりの回数が減るとか、少ない、それから、まあ、手入れがね、手間のかからないもの、一言で言うと手間のかからないものって非常に向いていると思うんですね。で、特に葉っぱがね落ちにくいものとか、そういったものをちょっとね、厳選してみたので参考にしていただければと思います。一つ目、アイビーです。アイビーですね、もう鉄板ですよね。育てやすいし、寒さにもそこそこ強いし、暑さにも強いし、ぐんぐん成長してくれるし、で、アイビーってねキッチンとかトイレでも育ってる方いらっしゃると思うんですけど、あんまり大きくならないじゃないですか。これ外に出していただけるとめっちゃうまく育ちます。で、特にね室内に入れていただいても全然いいんですけども、まあ、大きな窓が
あったりなんかするお家の場合には非常にですねベランピング、いいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ室内で観葉植物だらけにしてね楽しむっていうことでは室内でもいいですね。2つ目、ワイヤープランツです。ワイヤープランツは比較的水が好きなので夏場の水切れだけ注意していただければ寒さにも強いので非常にですねよく育ってくれます。上の方にねこう吊り下げていただいてワイヤーでこう鉢を覆っていただいてもいいですし、あとは何だろうな、吊るす吊り鉢に植え替えていただいてもいいですし、あと紐でね麻紐とかでこう鉢をね止める紐っていう、なんていうのかな、クックッと止めていただいてビューって伸びてるやつあるじゃないですか、あれを使ってブラーンとぶら下げていただいてもいいです。ぶら下げる場所っていうのは洗濯のかける、なんていうんですか、竿だけみたいなのでぶら下げてもいいんですけど、マンションの場合はその竿だけをくっつける場所とかねいろいろあると思いますので、そういうふうにうまく使っていただけるといいんじゃないかなっていうふうに思います。特にワイヤープランツね、葉っぱが丸みがあるんで風水的にもいいですね。3つ目、ポトスです。ポトスもですね外に置いとくとぐんぐん育ちますね。寒いの苦手なんで冬場は家の中取り込まなきゃいけないんですけども、外に出す場合にも非常にいいですし、室内でもよく育ってくれます。で耐陰性も強いんで、これですね、日があんまり入らないお部屋にもおすすめです。加湿になりすぎないようにするっていうのが一番ベストではあるんですが、ポトスもですねどっちかっていうと背の高い鉢に植えていただいたりとか吊り下げる形、これが一番いいかなっていうふうに思います。まあ鉢でね売ってるものそのまま買ってきていただいて、素焼きの鉢にねドリルで穴開けて紐くくって上から吊れるようにして、その中にですねこうポコッと鉢ごと突っ込んでいただくといいんじゃないかなというふうに、植え替えるよりねこの時期はそういった流れでやってった方が、根っこも傷まないんでいいと思います。4つ目、トックリランですね。ポニーテールとトックリラン似てますけどもちょっと違うんですね。トックリランはね、株元が膨らむんですよ。株元が膨らむので、ポニーテールは膨らまないやつね。で葉っぱはねくる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 ってなってるタイプなんで、ちょっとこの辺にも映ってると思いますけど、くる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 ってなってるんで、非常にですね可愛い、そして動きがある、これがベストかなっていうふうに思います。でこのねトックリランポニーテールにおいては葉っぱが散らないじゃないですか、特にね、なので非常に掃除も楽かなっていう感じがします。葉っぱはね固く絞った雑巾とかでピューピューって一本ずつね拭いてあげてください。その辺はちょっと手間かなっていうふうに思います。5つ目、シェフレラですね。わかりやすく言うとカポックです。カポック、これね寒さ暑さに強いですし、手間がかからない観葉植物の一つです。で、伸びすぎたなと思ったらバチバチバチって切っていただけるとまた脇芽が出てきて勝手に伸びてくれます。切る時期はあったかい時期ね、寒い時期に切るとろくなことがないんでやめた方がいいと思います。もうほんと育てやすいですね。肥料もパッパーっとね適当にあげて、肥料もあったかい時期にあげてくださいね。それぞれの育て方に関してはそれぞれの育て方の動画があるのでそれ探してみていただけるといいと思います。6つ目、シマトネリコで、これねトネリコとシマトネリコってあるんですけど、シマトネリコの方を選んでください。シマトネリコは常緑、トネリコは落葉ね。でシマトネリコは、寒さに強い、トネリコは寒さに弱いっていう感じです。でシマトネリコなんですけども、これねカブトムシが寄ってくる木って言って有名なんですけど、これベランダに置いといてね夏場カブトムシ来たらお父さんヒーローですからその辺ね加味していただいてなんか買ってきていただけていいんじゃないかなっていうふうに思います。冬場植え替えると葉っぱ落ちるんですね。なので、あんまり向かないので暖かい時期に植え替えるようにしてください。で鉢物で買ってきた場合にはほぼ植え替えなくて結構です。シマトネリコなんかね葉っぱが涼しげで僕も非常に好きな植物の一つなんですけども、ボリュームのある株をホームセンターさんとかで見つけていただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。でシマトネリコ常緑だって言うんですけど、秋ね、秋から冬にかけてかな、あの時期にちょっとね葉っぱ落とすことがあるんですよ。葉っぱ落とすことがあるので一回ね寒くなってたら室内に避難で室内でベランピングみたいな感じで楽しんでいただけるといいんじゃないかなっていうふうに思います。7つ目、最後ですね、グリーンネックです。うちの事務所にも、こっち側に階段があるんですけど、その上にね、ぶら下げてあるんですが、そのねグリーンネックレスって花が咲くんですよ。
しだれる雰囲気非常に綺麗なんですけど、花もね、暖かい時期咲いてくれます。栄養状態がいいと花が咲くんですね。なので液肥なんかをあげた方がいいんですけども、この花がね、またね、すごくいい匂い。そして、こうしだれた時に日当たりのいい場所で育ってると、しだれてビローンじゃなくて、こっからクッてね、ちょっとね、ちょっとこう上がるんですよね。この上がってるところがすごく可愛いなっていうふうにいつも思っています。ということで7つご紹介してみました。緑がね、溢れる場所で、読書をしたりとか、ビール飲んだりとか、コーヒー飲んだりとかっていうことで、非常にですね、リラックス効果が高いです。で、やっぱりね、日々、仕事なんか始まって毎日忙しくしてたりとか、あとはリモートワークでずっと家にいるっていう場合には、家をどうにかして居心地のいい場所にしたいじゃないですか。で、そういったのに非常に向いているので、ぜひですね、このベランピング、この単語ですね、覚えていただいて、家の中を緑でいっぱいに、そして暖かくなったらベランダを緑でいっぱいにしてみると楽しいんじゃないかなっていうふうに思います。植物のことでね、わからないことがありましたら、僕の方に直接 LINE で、ね、メッセージを送ってください。登録方法、概要欄に書いてありますんで、そこから登録していただければと思います。手が空いた時に答えますんでね、ぜひ気軽に活用してみてください。あとね、この動画見ていただいて面白かった、役に立ったっていうことであれば、高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録もお待ちしております。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。またお会いしましょう。さようなら。